はい、ということでフェイトグランドオーダー続きやっていきましょう。前回まではサーヴァントとは何ぞやっていう話と、まああんまり俺がマリー所長をいじめないでやってくれたまえよという、注意を受けましたね。で、今回からはこの港跡を調べるっていうのをやっていこうと思います。それでは早速やっていきましょう。港跡を調べる第4節なんだな。何節あるんだろうな。わっ、もうストーリー中で倒してる。適正生物を排除しました。先に進みましょう。はーい、行こうぜ。あの怪物を見た時はどうなるかと思ったけど、さすがはサーヴァント隊、スペックでは圧勝ね。へえ、強いんだな。ちゃんと姿が怖いのは変わらないのですが。ところで所長、質問があるのですが。何ですか？俺じゃなかったわ。資料にあった不勇気の町とこの不勇気の町はあまりにも違います。燃えてるからじゃない？一体この町に何が起きたのか、所長はどうお考えですか？聞かせてくださいよ、オルガマリン所長。そうね、きっと歴史がわずかに狂ったのよ。そうとしか思えない。え、それが何ですかって聞いてるんじゃないですか。マシュ、それに藤丸、一度しか言わないからよく聞きなさい。おお、聞いとけ。カルデアはカルデアスという地球モデルで未来を見る。同時にラプラスという使いまで過去の記録を集計する。はい、公にならなかった表の歴史、人知れず闇に葬られた情報を拾ってくるのがラプラスの仕事と思えばいいわ。へー、あー、なんか過去の歴史の収集機とは言ってたけど、その何、記録にも残ってないようなものを拾ってこれるんだな、ラプラス君。便利すぎない？そのラプラスによる観測で2004年のこの町で特殊な聖杯戦争が確認されてるのよ。冬季の大聖杯じゃないやつってこと？それでもそれにエラーが起きたってことかな。聖杯戦争、聖杯というのはその伝説に言う聖杯ですか。あ、そうだった、あれ結構秘匿されてたような気がするわ。所有者の願いを叶える万能の力、あらゆる魔術の根底にあるとされる魔法の釜あるんだよな、冬季には。ええ、その聖杯です。冬季の町にいた魔術師たちが聖杯を完成させ、その起動のために7機の英霊を召喚した。なんだっけ、御三家の3人がなんか集まって、おいおい聖杯作れるやんけって作ったんだよな。それが聖杯戦争の始まり。この町では人知れずサーヴァントが呼ばれていた。すごいな。冬季の聖杯戦争のシステムは単純よ。7人のマスターがそれぞれ競い合い、最後に残ったものが聖杯を手にするというシステム。そうだな。なんか、なんだっけ、第1と第2に欠陥があったみたいな話よく聞くけどな。第1だっけ。カルデアがこの事実を知ったのは2010年。お父さん、いえ、前所長はこのデータをもとに召喚式を作った。なんかこの辺、あれで言ってたよな。エルメロイ2世の次元簿で確か言ってたよな。それがカルデアの英霊召喚システム、フェイト。ラプラス、カルデアに続く第3の発明ね。カルデアすごくない？何でも作るじゃん。第3、近未来観測レンズ、芝は違うのですか？それはレフ教授が作ったからじゃねえの。あれはレフ教授の発明だから、まあ私との共同開発ではあるけど。おお、え、あ、オルガマリー先輩すごいですね、所長。ともかく、ここがサーヴァント発祥の地なのよ。あ、冬季の聖杯モデルにしてるんだな。かつてここで7機のサーヴァントが競い合った。結果はセーバーの勝利で終わった。あれ？あ、あれ？そうなんだ。いつの話なんだ。町は破壊されることなく、サーヴァントの活動は人々に知られることなく終わったはずなんだ。まあでも第4次にしても第5次にしても大体セーバーの勝利か。そっか。でも第4次だったら、冬季の大火災起きてるはずだよな。それより前か。だから2004年だもんな。もっと前だな。なのに今はこんなことになっている。得意点が生じたことで結果が変わったと考えるべきね。俺あのフェイトのさ、フェイト捨ていないとか何年になってる話なのか覚えてねえな。
2004年のこの異変が人類史に影響を及ぼして、その結果として100年先の未来が見えなくなった。なんか住んでのところでさ、勝者がセーバーじゃなくなったとか、そんなオチなんかこれ。全然覚えてねえな。だから私たちの使命はこの異変の修復よ。この領域のどこかに歴史を狂わせた原因がある。ああなるほどね。小石の一つかもしれんな。それを解析ないし排除すればミッション終了。私もあなたたちも現代に戻れるわ。なんかしれっと排除までミッション終了の枠に入ってないですか。調査っすよ僕ら。死にますよ。なるほど、よく分かりました。カルデアでは英霊を召喚したんですか。カルデアでは英霊を召喚したんですか。ちゃんと聞け。もっと情報を得ていけ。もちろんしました。でもうまくいかなくて成功例は数えるほどです。てか聖杯とかなしに英霊呼べるんだな、カルデア。すごいな。でもここにこれ呼んだやついるからな。てか数えるほどっていうことは48人全員分の英霊がいたわけじゃないんだな。48あったらやばいやつ引く可能性全然あるからな。資料では3体だけ呼び出せたらしいけど、私は2体しか知りません。少なくとも1体はマシのやつか。あと2体か。前所長の頃に第1号、私が所長になってから第2号、第3号。ああなるほどね、そういうことか。だからあの2人しか知らないのは、俺がマリーがここしか見てないからってことか。前所長が呼び出した1号見たことねえよってことか。その第2号がマシと融合して英霊よ。第3号はもう知ってるでしょ。いや知らんが。誰？あ、ダヴィンチちゃん。カルデアに住み着いたあの変人、レオナルド・ダヴィンチよ。あ、そうなんだ。あ、じゃあもう全部明らかになってるじゃん。あと一人誰だよ、じゃあ。ぐわー、もう、今、いい。もう今、大切な話してる最中だから。いや、骨くん。って、またこいつら、蹴散らさなさい、マジ、藤丸。はーい。いっけ、ゲイボルグオルタナティブ。我が天山、我が絶品。あースタンしてる。ゲイボルグオルタナティブ。あ、投げる方だ。あ、即死してる。もう死んでるのに。哀れ。こう見えても楽天家でね。さて、お前がコメントするとするか。様子見、死ね。ウェッジフェイルノート発動。信じセンスない。いっけ、必中なんだ。ショータイムね。音だもんな。ほら、もうおしまい。これがあなたの慣れの果て。ウェッジフェイルノート。超グロテスクな殺し方した。骨なのに。見事な采配です先輩。ふう、戦闘終了ですマスター。今回もなんとかなって安心です。いやー、俺があまり主張出てきていいっすよ。あのスカサハシショウとパーバンシーが敵をめった出しにしてくれたので。お疲れ様マッシュ。ありがとうマッシュ、ありがとうマッシュ。センキュー。はい、お役に立てて幸いです。あ、そう、はい。何をわからめとるんだ。ねえマシュ、あなたもしかして宝具を使えない？あー、これ名前知らないから使えないらしいっすよ。そのようです。私は私に融合してくれた英霊が誰なのかもわかりませんし。あ、そう、所長知ってるでしょ、教えたらいいじゃん。その英霊が持つ切り札、フォーグと呼ばれるスペシャルアーツの性能を発揮できません。横文字にするな。藤丸先輩、説明が後になって申し訳ありません。え、なんかわかんないから使えないって聞いたよ。サーバントにはフォーグという固有の特殊技能が備っています。あ、知ってまーす。あれ、これ誰か言ってなかった？え、誰か言ってなかったこれ。あれ、あ、そう。まあ、いっか。初めて聞きました。もう藤丸は初めて聞くんかな。英雄たちそれぞれの伝承、異形にちなんだ、かっこよかったり、微妙だったりする切り札です。おい、誰の悪口だ、微妙なのは。なあ。黒い人か？おい。ですが、私はその宝具をうまく扱えません。なあ。第5次の、なんか、在阪、ん？アンリ・マユ君だろ。アンリ・マユ君の名前が出なかったわ。
宝具そのものは何とか使えるのですが、出力は低下していますし、マナ解放による進化も発揮できません。マシュキリエライトだからな。宝具そのものは使える。あ、それは使えるんだ。名前知らなくても使えるのか。そもそも私のこの武器が何に由来するものかさえわからないのです。確かにこれ何？城塞？なんか城塞っぽいよな。何か名のある漁師とかなんじゃないか。ですので私のことは欠陥サーバント、あるいは成長性と可能性に満ちたできる後輩とご期待ください。なんでちょっとポジティブなんだよ。お前自分の成長幅を見越してそういうこと言うな。絶対欠陥なんて思ってないじゃん。私が融合した英霊の情報をリードできずとも、先輩がマスターとして成長すればおのずとわかります。成長すると、宝具別に、これ何なのかわかんないけど、とりあえず使えるのか。そうね。マスターは契約したサーバントのパラメーターやスキル、マトリックスを解析でゲル？そうなの？マジ？どこまで？あれやこれやまで見れちゃうんですか？藤丸、契約者が一人前になれば、マシのサーバント情報も解析できるでしょう。そうなんだ。何をもって一人前なの？この先、他のサーバントと契約した時も同じよ。まずはサーバントの宝具と神明を知ること。仲間に新宿のアサシンいるけど、あいつ神明知らないもんな。確かにな。宝具出るけど。威力上がんのかな？じゃあ。信頼が増せば増すほど、そのサーバントの能力は上がっていくわ。信頼値って能力が上がってたんだ。まあ、あんたなんかにそんな才能はないでしょうけど、マシをうまく使えないのもその証拠。成り立てなんですけど。ちょっと、48人の選ばれたマスターの一人なはずなんですけど。カルデアのレイシフト機能が回復すれば、一流のマスターをシフトさせるわ。あ、なるほどね。あ、変われと。お前はマシのマスターから変われってことですか。いや、ちょっと、せっかく、あれやこれを知るチャンスなのに。そうなればあんたはお払い箱よ。実戦経験もない素人はカルデアの隅で震えていなさい。待って、今積んでる。研修中です。OJT 受けてます。所長から OJT 受けてます。震えてたのはマリー所長の方だよ。お前、口は減らねえな、こいつ。もしかして心配してくれてるんですか？どっちにしようかな。悩むな。所長をからかいたい気持ちと、この、両方でも所長をからかい、どっちも、こっちは赤面してくれそう。別にあんたのことなんてみたいな感じのツンデレ発揮してくれそうなんだけど、こっちな。いやー、でもちょっと口が減らなさすぎるから、たまにはちょっとこういう風に言ってみよう。こういう風に攻めよう。あ、当たり前でしょ、今は唯一の戦力なんだから。あなたがやられたら誰が戦うのよ。誰が。いや、まあ死ななきゃマシが戦ってくれますよ。互いに理解度は上がったようで結構です。信頼度が上がったな。絆10まで上げて絆レースをもらおうぜ。では新手が来る前に移動しましょう。まだ袖を通しないレースを奪い取ろうぜ。クローゼットから絆10にもらってからな、もらっていくぜっつってもらってこ。で、マシュに着せよう。それでは一旦切りもいいのでここで区切りたいと思います。次回は教会跡を調べるからです。それではお疲れ様でした。